はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。またあれですよ、エリが出てる。はい、1時になろうとしています。12月4日フライデーですね。まったりとした午後でございまして、なんかね、日が照ってきてね、多分気温上がってるんちゃいますか。寒さを感じなくなりましたね。おかげさまでね、ビール3缶も飲んでしまいましたよ。ビール系飲料ね。ほんでほわっとしてますけど、ほわっとしてる感じで今コーヒー飲みながら、本題いきましょう。日本経済新聞でございましてですね、12月4日0時で5時30分更新、有料会員限定という記事でございますね。タイトルが元徴用工問題、韓国側が投じた凍結弁済案の波紋、編集委員峯岸博さんという方がお書きになってる。出だしを見ましょう。日本企業の資産の売却による現金化を2021年夏の東京五輪までは凍結、かっこ封印する。第二次世界大戦中に日本統治下にあった朝鮮半島出身の元徴用工訴訟をめぐり、韓国の要人が日本に投げかけた提案が波紋を広げている。凍結を提案したのは韓日議員連盟のキム・ジンピョ会長だ。韓日首脳が決断できれば最善だが、今できないなら東京五輪が終わるまで凍結、かっこ封印しようと提案した。11月中旬に来日し、菅義偉首相や日本の与党幹部らと面会した。後に韓国紙中央日報のインタビューで明かしたでしょうね。徴用工問題といいますので、戦争中に日本の会社で働いていただいた、半島の方に対してですね、扱いが悪かったんで賠償せえという話ですね。その判決がですね、2018年、今から2年前に出ましてですね、それは、1965年に日本とお隣さんの間で結んだ請求権協定に違反をしています。でそれ違反してんでって言って日本は指摘してるんですけども、その話し合いには応じなかったのが向こうさんですね。お隣さんです。でその時に、判決に違反してんでとかって言って日本が言うたらですね、ムン・ジェインさんはどう言ったかと言いますと、我が国は三権分立なんで、その司法が下した判断に行政は介入できないというふうにおっしゃいました。で今回ですが、一月ぐらい前に来られた韓日議員連盟のキム・ジンピョさんという方はですね、来年のじゃあオリンピック終わるまで凍結しようやと言ってるわけですね。君たかだか議員でしょと、その議員が凍結できるのと、司法が下した判断でしょと。素晴らしい三権分立ですよね。こう都合のいい時に三権分立になって、都合の悪い時にピュッと、それは俺らが何とかできるみたいなことを言うわけです素晴らしい三権分立です。はい、融通無限と言いますか。韓国国内では具体的な凍結の手段として、裁判所が被告企業による不服申し立てや資産価値の確定などの手続きを遅らせる方法や、原告側が日韓政府で妥結に至るまで延期に合意するなどの案が上がっていると。まあまあ上がってるんですよね。で問題の本質はね、その請求権協定って条約に違反する判決を出てしまったということであって、それを今実行しようとしてるわけですね。実行にまだ2年かかってね、まだね現金化できてないんですよ。賠償せえという判決を受けた日本企業はもちろん、そんな我々はそんなする必要ないって一切拒否してるわけですけど、やったらお前らの金取り上げたるっていうことでですね、日本企業がお隣さんの国内に持ってる資産を差し押さえてるわけですね。今差し押さえまで言ってて、それ現金化って言われる、まあ売却してお金ですると。でそのお金を原告にあれですね、渡すわけですね。それでやっと裁判の結果が成就されるわけですけど、2年も経って最高裁判決が確定して2年も経って、まだ現金化されてないですね。なぜかと言いますと、日本政府は現金化したら本格的にこっちも対応するんでと、つまり条約違反が確定するわけですね。それはこっちも対応するんでということを言うてます。
そのこっちも対応すんでという中身がですね、まあいろいろあるようなんですけども、かなりあの大人さんにとっては痛い内容なわけですね。でそれとは関係なしに、去年2019年の8月7月と8月に貿易管理の強化ということを、輸出管理の強化ということをされました。それによって今までこうですね、無制限に輸出していた戦略物資をですね、大人さんは買えなくなった。でしかもホワイト国から外してですね、そのもう、まあ、二流国並みの扱いだったわけですね、日本とお隣さんの関係は。つまり一個一個審査すんでというそれに激怒したお隣さんはボイコットジャパンという運動を始めてですね、日本にいらっしゃってた方が来なくなったと。まあ困ったはね、困ったは対馬の在日の方ぐらいなんですけども、まあそれで俺ら日本困らしちゃったって言って喜んでるわけですけども、でまあ、日本はね、安倍さんがそういう、まあ、しっかりと対応なさっていたわけですけども、菅さんに代わって、菅に代わったらやりやすくなったんちゃうんかって言って、で、次から次へとかっていろんな人を送り込んできてですね、いろんなこう粉をかけてきたわけです。さて、菅さんがそういったかけられた粉にどう対応するのかっていう、あのね、なんかちょっと心配ですね。っていうのは、菅さん自身がその国家どうあるべきかとい こう国家観というものが なさそうなんですよ。総理大臣になってね、携帯電話ので料金下げろとか言ってる、それは君の仕事ちゃうよと思うんですけど、で GoTo キャンペーンなんかもやめたらええのに、やめへんわけでしょ。まあまあ利権ですね。で、あの、学術会議、出だしは学術会議で6人任命されんかったって。で、追及されて嘘の答弁してるでしょ。まあなんていうか、あの、小手先、目先のことでちょいちょいちょいとやっていこうという、まあ実務型の人であって、まあ総理の器ではなかった、総理の器ではなかったかなと思うんですけどね。うん。だからこういう、あの、本来原則を踏み外してはいけない大人さんからの提案にを受けてしまう可能性がありますね、今の。さて、文春でございますよ。この中のですね、今日第一特集といいます、一番その一番大事な特集で、こういうのございましてですね、まあ安倍さんのあれですね、桜問題やってるんですけど、一番最後のところにですね、こういうのございまして、読みますと、安倍氏と菅氏との3つの溝ということで、浮き彫りになるのは安倍政権を継承すると宣言したはずの菅首相との間に横たわる溝だ。安倍氏は今3つの引き継ぎ無視を起こっているという。1つ目は歴史教科書の記述です。安倍氏は首相在任中、徴用工をめぐる規律を是正するよう関係省庁に指示を出していました。ところが菅氏はこれを水面下でストップさせた。実務家の菅氏は保守思想への関心が薄い、中国や韓国に迎合しがちと苛立っているのです。括弧前室安倍氏側近。2つ目は安倍氏が退任間際に掲げた敵地攻撃能力の保有だ。括弧ですね、安倍氏は次の内閣でも議論をと申し渡しにもかかわらず、菅氏は国会で閣議決定されていないため後の内閣に効力を及ぼさないと明言した。敵地攻撃能力に否定的な公明党への配慮だと不満げでした。括弧同然。同然というのは安倍氏側近ですね。公明党への配慮は3つ目の問題にも通じる。広島さん、まあこれはいいわということでですね、菅さんという方は安倍さんほどしっかりとした国家観を持ちになっていないということでして、その中国、韓国へですね、どういうふうに対処したらいいのかっていう、安倍さんはきちっと原則論で対応されていたんですけども、もう菅さんは全然ひひで、その場その場でよかったらええやんみたいな、そういう対応をなさる可能性があります。だから韓国が出してきたこういうですね、提案をもしかしたら受けてしまうかもわかりません。まあ、しかしそれとっても危険な話であって、日本国内の世論はですね、まあ、かなり、お隣さんあるいは中国に対して厳しい世論が形成されていまして、ここで妥協するとですね、彼の支持率が下がるんですけど、そこをね、理解せずにですね、とりあえず仲良くしたらええやんというアホな発想でですね、妥協してしまう可能性がありますね。そうすると支持率下がるわけであって。
そうなると来年9月の自民党総裁選が危うくなるんですけど、そういうセンス、そういう感覚がどうもないんちゃうんかなと。もしかしたら妥協するんちゃうんかなと。菅さん多分考えてるのは来年9月を乗り切るということだけだと思うんですよね、目先。そのためにオリンピック成功させなあかんっていう。ものすごくそのあたりがですね、こう、場当たり的といいますか、切な的といいますか、対極感がないなという印象を受けますね、今のところ。で、こうやって日経新聞に出てきたような、向こうからですね、いろんな、妥協しやすそうな話を持ってきてるんですけども、全部小手先で根本解決でなってないわけです。これは、毅然として拒否すべきなんですけども、あのおっさんにそれができんのかなというところがですね、もうなんかちょっと心配ですね。はい。ということで、これまた貼っときますんでですね、ご興味のある方は読んでください。はい、皆さんどうもありがとうございます。